ちゃくちゃかっこいい。これね、浸水されてから26年経つんですけどね、ヤマハもこの頃かっこいいボート作ってましたね。車でいうとオープンタイプのスポーツカー。ちょっと色が変わってるところがあるんですけど、こんな感じね。ここにね、塗装の剥がれがあった。まあちょっとだけどね。もしかしたらね、この辺一回塗装をされてるのかもしれませんね。まあ、この辺のこういうガンネルの傷、この程度です。この辺のヘアクラック、これはね、もう経年劣化、仕方ないんですよね。ゲルコートの表面が経年劣化して細くひび割れているように見えるのがヘアクラック。まあ強度には問題ないから神経質になることはありません。海水浴場なんかでアンカリングしてここにマットを引いて寝そべるといいでしょうね。ここにアンカーウンチがビルトインされてるんですね。レールもがっちりしてる。寝そべるね、むっちゃ。ハンドレールもがっちりしてる。全く問題なし。まあ、コーキングのこの辺ね、こういう一回やり直した跡がある。古くなるとね、どうしてもこういうところから雨漏りもしちゃうんですよ。このように開くんです。でここからね、下に降りるんですよ。で下はこんな感じ。これはスピーカーなんだけど、なんかもう水が入らないようにこうしてる。使えないと思う、これはね。ラダーがあって、ここもね結構広め。この椅子もほら、わ、これ綺麗なカバーしてるから、めちゃくちゃ綺麗。ほら、貼り直してあるもんね。ここにエアコンの室外機、このオーニングがね、ついてるのがいいね。これはね、壊れてる。ここは、ああ、陸電があるんだ。ほら、これはね、清水シャワー。タンクには約50リットルぐらい入ります。これシート張り替えてある、ほら。ちょっと座っちゃおう。こんな感じですよ。このシートも、座った感じはこんな感じで、不走の GPS ボタン、フラップの上下もバッチリ動きました。見てすごく素敵な空間です。ご家族や恋人なんかを招いてマリーナステイするのも楽しいでしょうね。家庭用のエアコン、電子レンジ、冷蔵庫、ステレオ、一通りの家電も揃えてますから、ゆっくりとくつろぐことができます。ここがお手洗いね。清潔に使用されています。水も出ますよ。ファンも鳴りますよ。お手洗いも使えますよ。こんな感じ。あ、ここにはちょっとした物入れがあるんだね。これ便利がいい。このクッションもね、全部張り替えてある。全部。これはテーブルを下げてここに置いてね、そしたらこうフラットになってね、ベッドにもなるっていうやつ。ほら、この奥も、もう全部張り替えてある。現在は12名で登録されています。次回は中間検査、2026年9月です。この辺はね、下ろしますから。実はここにね、家庭用エアコンがね、セットされていました。陸電で動かしてますね。これほら、エアコンの水が出るやつ、ね、ガレーがあって、こんな感じ。
この下もちょっとした物入れですね。バルブがあって、あ、消火器がこんなとこにあった。ここにこうスイッチ類があるんだね。で、この奥がね、ベッドルームになってます。結構広いですよ。2人ね、寝れるぐらいのスペース。奥にあるこのバースには若干のジメッとした感じがありましたね。やっぱりね、家やマンションのようにはいきません。これは仕方がないんですよ。あ、ちょっとした物入れね。うわ、綺麗に整頓されてる。この辺もね、全部ね、下ろしますから。エンジンはヤマハ SX420KSH 最大240馬力。ダンパーもね、しっかり止まります。巡航は22ノット、マックスは約27ノット、燃料は軽油、タンクには210リッター入ります。現在のアワーは1188時間。これまで大きな故障はありませんので、大掛かりなパーツは今まで交換したことないそうです。現在も普通に使用されています。オイルやフィルターなどの消耗品はそろそろ交換時期だそうです。乗り出し前のメンテナンスがご希望でしたら、この船を面倒見ていたエンジニアさん、ご紹介します。